牛族は、牛か牛やかの一グループ。外見は牛に似ている。つまり、大型で、太い体育を持つ。また、一体の角をこめかみに持つが、短く曲がったものが多い。これに対し、牛かでも牛族以外の霊養類は、比較的小型で細身な体つきをしており、角は、長くまっすぐなものが多い。牛、味やすい牛、ヤク、ガウル。 観点は家畜化されており、経済的に重要である。また、アメリカバイソンもかつては、アメリカンインディアンにとって、ハンカ畜及び狩猟の対象として、経済的に重要だった。牛は、抗議には、牛属全体を指すことがある。さらに広げて、牛やか、あるいは、牛科全体を牛と呼ぶこともあるが、外見が、牛と異なる種を含んでしまうため、これらの用法は稀である。 バッファローは本来はアジア水牛のことである。しかし他にも牛族の様々な種がバッファローと呼ばれ、特にアメリカ合衆国やカナダの一部ではアメリカバイソンを指す故障として一般的となっている。野牛は牛族のうち野生のものである。ただしバッファローが野牛と訳されることがあるため、稀に家畜種であるアジア水牛などを指していることもある。 水牛は、牛族のうち、水辺を好むもの特にアジア水牛族とアフリカ水牛族を指す。ただし、バファローが水牛と訳されることがあるため、稀に特に水辺を好むわけではないアメリカバイソンなどを指していることもある。また、イエチク種であるアジア水牛を特に水牛と呼ぶこともある。栄養は、通常、牛属以外の種を指す。ただし、 別族とされることもある小型なサオラは、ベトナム霊王とも呼ばれる。ありがとうございます。